で、私好きな言葉にその希望という言葉があるんですね。希望、希望という言葉はよくいろんなところで使われるんですが、じゃあ希望とは何かというようなことをあんまりその深く追求するっていうことがなかったように思うんです。で、希望というのは与えられるものではなさそうだなと多くの方々大体思われていると思うんですが、そのあたりのところを明確にしているのが、希望学会の希望という言葉の定義だと思います。これ、 Hope is a wish for something to come true by action というのが定義です。で、この by action がついているのが、私はやっぱり一番大事なところではないかと思います。希望とは、行動すれば何かを実現できると思う気持ちという定義になるんですね。で、行動を起こさない限り希望というものは見えてこないと思います。その意味で、今この会津大学を中心として取り組まれているいろいろな授業、またこの福島会津若松市が取り組んでいる授業等々はですね、まさに今希望が見えようとして、まさに行動によって希望が見えようとしている段階ではないかと私は思います。ただ補助金をもらっただけで希望というものが生まれないというのはもうはっきりしたんです。そこで一体自分たちが何をやっていくのかと、住宅を建てただけ、それで希望が見えてくるわけではないんです。住宅を建てるということイコールこれは希望ではなくて、それは幸せを求めるということではないでしょうか。そうではないんですね。希望というのはやっぱり行動して新しいことを起こしていくというところが一番重要なことで、その意味でこの会津若松はトップランナーになれると私は思っています。それとこの地域のことを考えて本当に羨ましいなと思うのは、この会津大学の存在ですね。この会津大学というのは、その大学としてのサイズは小さいし、珍しい県立大学だし、しかしやってるその授業の内容等々は、これはもう世界どこに行っても負けない、スタンフォード MIT にも負けないと私は思っています。その意味で、こういう大学がこの地にあるということが、一つの大きなポテンシャルになっていて、おそらく、先ほどから名前が出ている中村所長等々、またアクセンチュアの幹部の方々が判断されたこの地を選んだ理由というのは、会津大学があるということも非常に大きな理由だったと思います。そして結局、こういうその事業を行うにはですね、やっぱり人の力をいろいろ変えなきゃいけないです。そういう意味で今回のこの地域に起きている、マルチステークホルダーによるこのいろいろなその共同っていうんですか、共に働く。どっかが一つ受けて下請けでやるんじゃなくて、共にイーブンな形でこの事業に関わっていけるっていうのも、実はここの地域、このプロジェクトのみだと私は思います。そういう意味で、ぜひその国としても成功してもらいたいし、ここのプロジェクトの成果を広げてもらいたいと、私はそのような思いがあります。